何にしようかな。どこに行くの？よし、行くぞ。あれ、ライザ。やあ、いらっしゃい。今日はどうしたんだい？よかった。今日は忙しくなさそうだね。ん？どういう意味だい？前に来た時は全然気づいてくれなくてさ。その時は邪魔したらいけないと思って出直したの。あ、そうだったのか。全く気づかなかったよ。申し訳ない。うん、いいよ。私もそういうことよくあるし。僕もそうだよ。集中すると時間の感覚がなくなったりしない？あるある。朝作業を始めて気づいたら工房の外が真っ暗だったことなんてしょっちゅうさ。僕も本を読んでる時なんかはそんなことの連続だよ。寝る前にちょっとだけと思って始めた作業なのに気づいたら朝だったってこともね。あるある。なんだ、みんなよくあることなのか。ちょっと安心したよ。多分皆さんだけだと思います。こんな時間に買い物かい？どれを鍛えようかな。強くなりそうなものは、これとか良さそうだ。いい感じじゃないかな。カンカン叩くよ。うん、かなり強くなったはず。どれを鍛えようかな。うん、何を使おうかな。いいもの発見。こんな感じで大丈夫かな。せーの。うん、かなり強くなったはず。どれを鍛えようかな。またいつでも遊びに来てね。ねえ、どこに行くのさ。よし、行くぞ。この地区は物を作ってる音がいつもしてるね。暗くなってきたな。今から買い物か。お、また来。いらっしゃい。なんか買ってく？
お会計でいいのか。はい、毎度あり。お会計。はい、毎度あり。またどうぞ。行きますか。ここくらいなら平気じゃないかな。やはり食材は新鮮なのが一番ね。どんな相手でも油断は禁物です。当てる。そこ、そこ、連続よ。届いて。当てる。そこ、せーの、ノーライザー、行くよ。届いて。そこ、そこ、そこ、少年さん、お願い。私もまだまだ戦えるみたい。で得た経験、無駄にはしないわ。えい。ああ、どんな相手でも油断は禁物です。当てる。そこ、正解。連続よ。そこ、やっ、はあ、届いて。当てる。正解。そこ、連続よ。そこ、ライザー、行くよ。援護は任せな。届いて。妖精さん、お願い。当てる。そこ、そこ、こいつはどうだ。当然の結果よ。あった、これこれ。今度の冒険では何と出会えるんだろう。素敵なものいろいろ見たいな。よいしょ。こうして改めて触ってみると、砂の感触って気持ちいいな。どんな相手でも油断は禁物です。当てる。連続よ。そこ、やっ、はっ、届いて。正解。連続よ。そこ、ライザ、行くよ。届いて。当てる。そこ、ライザ、遅い。風よ、吹いて。そこ、やっ、当てる。届いて。まだまだ。当てる。せーの、やっはっ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。油断は禁物だよ。当てる。
て当てる成功連続よライザいくよ届いて当てるそこライザ当てお願いします。遅い妖精さんお願いそこ当然の結果よ。どんな人の思い出なんだろう。えい、これってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。